てみるよ。今回ご紹介するのはクライタック電動ガントライデントマーク2 SPR。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はかんどうも、デブリューでーす。はい、どうも。ちょ、はい、なんですか。いつもの前説パート入るけど、声高い。ちょっと気持ち出していかないと。声高いですよ。カウント5、4、3。高いからね。いや、もう常に上げ上げで上げ上げで上げ上げでいかないとですね。はいはいはい。なんかちょっとテンションも今日はやっぱ辛いわね。辛いよ今日。今日は辛いわ。いつも辛い言ってるけど、今日もう腰も痛いし鼻も痛い。もうすでに確かに腰痛いんで。腰痛いです今日は。僕は2日連続の撮影ってことでちょっと体に来てるだけであって。私は病的ですね。はい。病です。風邪でございます。はい。持病の仮病が出てしまって。いいですか。昨日私はあの SL ラインをいじってる途中に体調が悪すぎて早退させられました。それぐらいやられてる中での撮影でございます。皆さんね、どんなことがあってもやっぱね、視聴者の皆さんをこう残念な思いをさせるわけにいかないと。早退さい。しっかり毎日じゃないけど2日に 2,3 日に1回はもう確実に上げさせてもらってますんで、今ね、上げ上げな感じでね、もう行こう。上げ上げするには結構辛いんですよ。まあね、うん、あのね、こんなんね、日常こんなテンションで話したらね、気違いですからね。まあ俺はあんまり変わんないかもしれない。変わんないかもしれない。僕は全然違いますからね。違いますね。普段こんなに喋らないですからね。こんなに喋ってたら、アイスカイの社員はみんなわーってなっちゃいますよ。わーってなるっていうか、みんなで喋っちゃって仕事しないんですね。そうだね、はいはい、手を動かせと。口を動かしたら手を動かせと。そうですね、どっちかしかできないんだったら手を動かせと。いや、またダークな部類に入ってくるんでね、じゃあ本編いきましょう。はい、いきましょうかね。はい、はい、今回はですね、3つ目になりますね。本日ご紹介するのは、クライタックのトライデント、マーク2 SPR でございます。はい、だいぶ浸透してきて、もうトライデントとかあのクライタックシリーズは非常にこういい成績を収めてる商品でございます。いろいろバリエーションがあるから、こっちもアップするとき大変なんです。大変なんですね。ね、あれこれアルファとかね、マーク2とか、前回ちょっと間違えちゃったところもありましたね。ごめんなさいね、はい、間違えないようにはしますが、間違えてる場合もありますので、その時はツッコミの方をお待ちしております。ね、視聴者の皆さんもすごいあのクレイタック系のやつを見て、ね、はいはいはい、初めてちょっと買わせてもらいましたっていうコメントもいただいて、ね、非常に反響があると、すごい良さそうだったんで買ってみました。金になると。金になるって、まあ需要と供給ですから。そういうことですか。大人の事情っていうのはありますけれども、これはでもすごく興味を持ってる人は多いんだなって思いましたね。そうですね、まあ正直クライタックも海外製の一つだろうと自分は思ってた節があります。僕もね、そうなんですよ。どっちかっていうとこう言っちゃなんですけど、ただ紹介するにつれてこれはちょっと違くねえかと。僕は自分たちで、ね、実写しててね、驚きのこれいいんじゃねえの。トリガーレスポンスも良くて、合成も良くて、構えやすい、はい、非常に日本人の逆に体型に合ってんじゃねえかと、うん、細身のハンドガードなんかはね、このクライタックシリーズはおなじみですけど、はいはい、LOVA、 あ、はいはい、エルボアって言っちゃいますけど、いろんな呼び方が多分あると思うんですけどね。で、はい、ちょっと正式な名称じゃないかな。オーナーミーティングなんかも ね、 これ ね、 ね、デメさんに皆さん会った人もいるんじゃないですか。いや、もう、はい、いろいろとね、デメさんと呼んでくれたりとか見てますとか、はいはいはい、そうです。クライタックはですね、A です。 A ですって一言で言える銃ってあんまりないんです、うん、欠点が少ない銃、はいはい、で、まずですね、どの銃に関してもクライタックは、アフターがすごく早い、うん、パーツも供給ライラックスさんなんですけどね、うん、やりますよガンガンって言ってくれるし、売ってて安心、うん、で
耐久性はそれはやっぱ機械物なので絶対はないんですけど、ある程度の信頼性っていうのはもちろんないとサバイバルゲームなんてできませんから、その面ではですね非常に安心しておすすめできる順位になってます。メーカー的には3年4年ぐらい前ですか出始めたのは。これ本当出始めるとこ私知らなかったですよ。非常に価格が高くて、そうですね、あのスタンダードだよねっていう意見を聞いちゃって、まあぶっちゃけ、ね、業界の人だって思うわけじゃないですか。なんで何がそんなに高い、なんで高いのって結構お客さんからクレタクレタクってよく聞くようになって、そうそうそう、おなんかみんなそんなになんかいいのかな、注目されてるよなっていうぐらいにしか留めてなくて、そんな中あのお話をいただきまして、取り扱いをしちゃいました、いいんだよね実際ね。そう確かに、ああお客さんが言う意味もわかるわっていうところもね、あの逆の視点からね、まずこっちから売り出していくわけじゃなくて、お客さんからまず聞いて、おれっていうのもありますからね。たくさんありますよね、そういう商品ね。お客様がいいよって言ったら実際仕入れたらいいじゃねえかと、でそういうものは還元していきたいので、やっております。動画でもね、もう初めてでもね、やっぱりお客さんの中にはやっぱりまだ海外製っていうのはちょっとなっていう方もいらっしゃるのは実際これはね事実でありますね。でもこうやって動画でまた見ていただいて、ここで選んでもらえればね。そうなんです、これを基準に一つにしてもらえればいいんですけど、僕らも非常にお勧めできるので、やっぱお勧めできないのはね、やっぱ動画でも紹介しづらいんですよね正直ね。まあ、ぶっちゃけあの、話してて分かっちゃうから、やれって言われて命令されてるやつで良くないのはもう良くないって自分たち言うようにしちゃってますから、あのそれが誰がいいよって言って嘘ついてまでやるつもりはないので、そうそう、これ自信を持っていいですよ、いいですよって言ってます、言えるのは本当に言ってますからね、はいはい、その辺も楽しめるデメリュー、 それが売りかな、はい、うん、本当に素直にやるよと、ダメなところはすいませんね、ダメって言っちゃいます、いいところはバンバン褒めていきます。そこまでちゃんと分かっていただけるね、視聴者の皆さんがやっぱ少しついてきてますから、もうものすごく ね嬉しい限りですよ。信頼できますって言葉がすごく僕は心に響きます。手前味噌ではございますが、ね、もうこれ本気でやってこれますからねまあ、NG も全て流して、NG も何でもかんでも全部流してますから、もう全部本当ありのままですから、まあ、あれだよね、こう資料をね普通は置いてやるんですけど、パッと置いてパッとで調べながら言うと、まだパッとだったらいいんじゃないですか携帯の時ありますからね、ちっちゃい画面でうわって見えねえよみたいなことやってるからねそうです、タブレットとかでね、あの、はい、漏らしちゃうことがありますから、そこはぜひぜひ、漏れてることあります、はい、あの他のレビューされてる方の方が情報量多い時があります、多々あります、それはただ僕らの方がテキスト量で言ったら多いと思います、それは無駄なことを喋ってるからですはい、じゃあ、はい、SPR ですね、こちら、はい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 、SPR っていうね言い方がね、うん、結構前にもずっとあるんですよね。パーパスライフル、なんかスナイパーパーパスライフル、なんか SPR の略みたいなのがあるんですけど、はあ、これはその SPR っていうとね、これあのスカウトマンライフルとしてデザインされたと言われてるモデルなんですけど、スカウトマンライフル、あんまり聞かない言葉ですよね、スカウトマンライフルってね。スカウトマンっていうのは実際にいますけどね、あのチームのね、ベージュ、ボケるボケるボケるあれだよね、かわいいね、そうなんですよ、そういうのと違うと思います、そのスカウトっていうね、そっちじゃない、じゃあ、はいはいはい、スカウト部隊で使用されるような形で設定したというモデルでして、まあクライタックさんおなじみのですね、こちらの特殊なストック、はいはい、まあ、クライタック刻印が入ってて、ミニ S と、スティックが入ると言われてるんですけど、うん、私これミニ S 入れられなかったんだよね、うまくね、ね、うちのサイト見ても、うん、ミニバッテリータイプ、リポのセパレートタイプ、うん、スティックタイプという声になってるんですけど、入れづらいんですよ、ミニ S だと。あ、ミニだとキチキチな感じ。そうそうそう、はい、で、ストック開けるときは両サイドからこのボタン、はい、両サイドから押してもらう、押してもらって引っ張り上げると硬いです、はい、はい、こう取れます、はい、上に引っ掛けがあって引っ掛けて戻すんですけど、今はですね、リポバッテリーの 1400mAh さんをですね、はい、ストックの中に入れています。さっき LCT でだいぶ、違う E&L でいじめられた 1400mAh、うん、でこれは被膜に傷とかつきにくそうなので使ってますが、はい、無理してバッテリーは入れないでくださいね、リポは特に、無理すると、被膜が破れてしまう、ちょっと怖いことになりますね、そういうことにもなりかねませんので気をつけてください。
で、このようにしてですね、配線取り回しました、はい、はい、配線が噛まないように、はい、はい、で、蓋を戻します。上引っ掛けですか。上から引っ掛けて、両側を引っ掛けの後ろでパチッと、はい、これで、はい、で、ストックは6ポジションですね、確かこちら、レバーあります、はいはい、レバーを押して1段やおい1 すいません、6あるんです。6ポジションで大丈夫ですか。はい、はい、細かく自分のですね、体型に合ったところでちゃんと、はい、調整が可能になってます。はい、装備とかもね。でこれ QD でしょうね、はい、多分これ、ここは QD 穴っぽいですね。あー、なるほどね、はい、うん、ちょっと刺したことないですけど、多分 QD 穴になってますね、これね。この辺もね、メーカーさんによって若干径が違ったりとかね、径が違うのがあるんですね。もしかしたら、あの、つくものつかないものあるかもしれないですけど、うん、ここの部分ね、両端にね、ついてます。ライラックさんでも QD だけって出してたよね、確かね。オプション出てるんですね、うん、クライタックさんのね。あ、クライタックさんのも出てる、出てます、うん、で、スリングフック、一点止めが最近主流ですからね、はい、このストックの元からついちゃってる付け根の部分に、両脇ですね、はいはい、ついて ちょっと見えないかな、ストックで見えた、あそこの角度で、はい、見えました。ちょっと私おかしな感じだったんですけど、はいはい、こちら側、あ、はい、でこちら側、はい、これバイオリニストみたいな感じだったんですけど、これで1点でね、つけられますよね、チャ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 。だから、ね、文字テキスト量が増えるのはそのせいだと思う。さすが、そうそうそう。で、ストックいつも通りの説明でした。で、はいはい、グリップもですね、特殊な形してます。これグリップもですね、私毎回このグリップの名前忘れちゃうんですが、ディフェンスピストルグリップへ、なんか、はい、書いてあります、はい、このメーカーが、はいはい、で、トリガーは CNC 社のライセンスストレートトリガー、はい、まあ、これもね、クライタックの魅力ですよね、ストレートトリガー、はい、トリガーアップルがですね、 R よりストレートの方が直に引いてる感じが伝わるので、はいはい、私は結構好きです。あとは、フレーム、こちらですね、うん、クライタックオリジナルのですね、刻印、はい、ちょっとどうでもいい話なんですけど、はい、まあ、クラーケンっているじゃないですか、架空、はい、の生き物、はい、で、そのクラーケンとタクティカルでクライタックらしいんですよ、ね、はい、こういうイカみたいな生物とイカタクティカルですよね。あ、で、クライタック結構ね、これなんでクライタックだったの、このロゴ見ると分かりますけど、イカタクティカル、あ、イカですよね、はい、はい、だからこのクライタック、最初僕申し訳ないんだけど、タコかなって一瞬思っちゃう。まあ、あのイカ、初めて見た時分かんない、あれタコ、あれイカ、どっちだ、イカらしいです。いや、頭がね、こうとんがってたりとかね、そうですね、でもかっこいいよね、ロゴがね、こうクライタックのは、そうですね、こう、あの、イカさんのこの手がね、手が、足がね、うりゃーっとなんですよね、これがテキストが増える。じゃあもうデメタクみたいなので作った方がいいんじゃないですか。デメタクはいりませんね、デメちゃんの足がこういっぱいこう、うりゃーってなってる。で、はい、もう続けますよ。はい、どうぞどうぞ、続けないとどんどん長くなっちゃうから。セミオートフルオートの切り替えが、はい、ありますが、はい、こちらアンビセーフティ、アンビのセレクターなので、右利き、左利き関わらず操作することで、どっちからでもアクセス可能のセレクターということです。そうです、はい、で、こちらですね、はい、ちょっと短くなってます。あ、これ大切、これあの裏方さんが、はい、僕はアンビのこっち側が長いとどうしても指に当たって気持ち悪くなっちゃうんですよ、うん、人差し指にね、あのセーフティーポジションからセミに入れた時に、はい、なんで少しでもちっちゃくこう薄くしてもらえると、あのあんまり当たらなくて済むんで、ただ操作性で考えるとね、あんまりちっちゃくしちゃうと操作しづらいってことにもなるので、この辺はやっぱ好みですね。そうですね、個人的には僕はもうちょっと削りたいぐらいです。右側では操作しないんで、僕はもう、まあ、ぶつかるのがね嫌だという場合は加工しちゃってもいいのかなと思いますし、はい、あとはデザイン的なバランスですね、はい、はい、で、よいしょ、セレクターまで来て、ホップアップ調整がですね、チャージングハンドル、こちらのレバー、はい、ガーン引きます、バーン、はい、バーン、バーン、はい、こちらチャージングハンドル引くとここ開きます。はい、そうするとホップアップダイヤルが15段階でですね、調整できるようになってまして、なかなかこうね、はい、難しいんですけど、15段階のホップアップ調整が可能になって、その数字がついてあると、ちょっとね、
あの映像では見づらいんですけど、ちゃんと数字がメモリが振ってあるんですよね。はい、はい、で数字が振ってあって今どれぐらいかけてるのかな、 0.2 だとこれぐらいだなと覚えておくことができる、はいはい、で、なんとですねお優しい機能でして、はい、ホップ調整してる間これロックが効くようになってます、はいはい、で反対側のエジェクションポートもね、そうです、はい、そしてこのエジェクションポートのボルトストップっていう、はいはい、ボルトストップレバーと言われるパーツをですね押してもらうと、はい、こうやって閉じますので、これがあのホップアップをですね調整し終わってパチンと戻してあげた方が、他のメーカーさんだとこう指自分の手で引っ張っときながら、こういう状態で片手で引っ張って片手で調整しなくちゃいけないっていうところを、これはロックがかかるから、あの打つ方と調整する方で集中して、そうなんですね、調整ができてしまうという、まあ、あのこのねホップアップのね仕組みというのはナンバリングもそうですし、あの、うん、ロックができるっていうのは非常にこうあの細かいところに気が利くなと。そうそう、クリック感あるんだよね、結構ね。あります。カチ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 っていうんで、ニュルニュルニュルって動かないでカチカチ言うので。ニュルニュルのメモリが振ってないやつって、あれ今どのくらいだろうなってのわかんないんだよね。クリック感大事なんですよ。で、ホップアップ調整は楽ちんだと、はい。じゃあ、標準でついてるマガジンがどれかというとですね、うん、300円マガジンがもともと標準でついてます。片層マガジンが標準でついてると。はい、しこう中開けて玉をここから上からジャラジャラと入れて下のゼンマイです、ね、ゼンマイで巻き上げて巻き上げると、はい、はい、で、一応丸井さんとかとも互換性があるということで、はい、ここにね六角レンチをね多分入れられる穴があると思うんだけど、あ、海外製でよくあるやつですよね。で六角レンチを使ってグリ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 って巻くことも可能です、はいはい、私は使いません。このねあのパーツをね常に持ち歩かなくちゃいけないっていうのと、そう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 、結構あんまりこうそこを対応してると、だから負荷がね結局かかるわけですからね、うん、まあどっちでやってもまあ動かす部分で、ね、負荷かかんだけどね、ゼンマイを無理くり回してるわけで、そうそうそう、で、はい、マガジンキャッチャー片側の部分ですね、はい、M4 の通常の場所と変わりません、はい、このボタンを押してもらうと抜けます、はい、はい、もうこれね、映画初めての人にこそクレイタックをぜひ見てもらえて知ってもらいたいから、そうですね、ね、初めての人でも全然おすすめできる、もうやっぱ中にはこれ初めての人はやめた方がいいですよってものもね結構ありますからね。ぶっちゃけ今日やった E&L なんか初めての人だったら、ここ故障してるんじゃないかとか思われる場所があります、あと仕上げが荒いのでね。ただ、うん、クレイタックさんなんかはもうどれでも、そうです、LCT の駅もやりましたけど、うんうん、こちら、M4 シリーズの中では丸井さんに間違いなく並ぶ、うんうん、並んで、なおかつ質感もいいということで、うん、初めての人は上出来すぎるぐらいのウェポンとなってます、うん、初心者だからって持っちゃいけないってことは全くございません。他のものが使えないかもしれないねぐらいよくできてます、うん、はい、で、フロントサイト、リアサイトですね、これ取り外し可能になってますね、うん、これ LMT サイトっていうんですよ、結構やってブチバッそんな感じの、ね、でね、これもですね調整が細かくできます、上下リア上下あるて左右もいけます、はいはいはい、はい、で取り外しが可能、うん、フロントは、こう10個見ちゃいますね、フロントはここに取り外しがあって、はい、高さだけはいけますね、ほうほう、はい、でまあそうするとこうこの長さスナイパー似合う、スナイパーできるじゃないですか、ライフルスコープも似合うし、スカウティングってさっき言ってなかった、スカウティングです、スカウティングだからスナイピングはできる、もう、やるの、やるでしょ、やるか、一応そのための13インチとかのハンドガードで16、あすごい今すごい普通の会話してた今、ダメだね、ダメ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 、まああのですね、まあ、普通の感性でいくと、ね、かっこよく行きたいって言うんだったら、自分は見た目だったらブースター乗っけてフォローでもいいと思います。もうちょっと専門用語すぎませんか、大丈夫ですか、いいですか、いいですか、誰ですかね。あのですね、ドットサイトと言われるものが一般的によく使われます。はい、赤い光点が出るやつね、はい。それをよくこの上に乗せたりしてですね、レールの、こんだけ長いですね、にじみレールが。はいはい、ありますので、そこに乗せて、標準機にするんですが、それは倍率が入ってないことが多いんですね、ドットサイトというのが。そこの説明ですか。はい、でこの長さというのが、まあ、両方いけるよねと、中距離レンジもいけちゃうぜっていうぐらいの見た目じゃないですか、うん、近接戦とオンリーじゃないぜっていうのもあるので、スコープ乗せても似合うと思います、この銃は。はいはい、ただ実銃の世界じゃないんで何乗せてもいいんですけど、
似合うものをやっぱ乗せてあげたら、まあ、レール的には大きいスコープでも乗せられますしね。そうですそうです、ね、こんだけね幅ありますから長さがある。ドットサイトとレーザーとかライトとかもまあ付けられますけれども、もうなんですか、それ上だけしか付けられないですか。はい、いいところに来ました。こちら、最近ですね、最近といっても結構前からですね流行っているレールのタイプでして、これね、これ毎回名前をど忘れしちゃうんですよね、あとキーモットですね、はい、キーモットハンドガードと言われるものでして、こちらのハンドガード13インチあります、はい、で、キーモット用のレールというのがありまして、うん、それをですね各自好きな場所に取り付けるすることができると、長さを選んでですね、はめ込んでスライドして、この大きい方にはめてからのザッとこうスライドして固定すると、そうすると好きなところにつけられるので、はい、軽量化が可能になったと。そうですね、今そのつけられるのが横と横とボトムですね、下とまたそのサイドについてます。はい、どの面でもまあ一応そのレールはい、キーモットのレールをつければ対応してますよということなので、レールとかフォアグリップをつけることは可能なんですが、フォアグリップいらないぐらい細い、握りやすいと。自分はこのクライタックのシリーズのハンドガードは本当細身で好きなんですけど、まあ、持ち方いろいろ今ありますからね、で自分の好きなところにフォアグリップつけたりとか、エンドをつけても、サムエンドとかですねつけてもらってね、親指の置き場を作ったりとかしてもらえればと思うんですが、はい、13インチのアウターにセンスがいいのが16インチアウターですね。13インチハンドガードに16インチのアウターと、はいはい、ちょびっとだけ出てるっていうのですね、これがまたちょっとかっこいいかな、うん、でハイダーは取り外し可能なんですが、はい、芋ネジがありまして、はいはい、そうですね、この芋ネジ取らないでですね回すとネジ山ギビギビギャバギャバデベデベってなっちゃいます。デメ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 ってもうぐちゃぐちゃになってもうつけられなくなっちゃいますから、はい、必ずこれ緩めてから外してください、はい、ね、これ案外気づかないで回したんですけどダメですよ、はいはい、これハイダーもなんか面白い形してるね、うん、特徴的な、ちょっと特徴的なハイダー、うん、かっこいいよねこのハイダー。そうね、で、多分逆ネジだったと思うかな、多分逆ネジ、はい、取り替え使えることは可能だったと思うんですが、はい、私今日初めて知りました、うん、こちらちょっと見づらいんですけど出っ張りがあるじゃないですか、お、これバリケードに引っ掛けて打てるよっていうためのものらしいんです。おー、レールとかをこれ壁とかに押し付けて、うん、ここの部分を壁にこう押し当ててずれないように射撃できるよ、はいはい、そういう加工もされてますよという、はいはい、実銃の企画でやってるみたいなんですけど、こういうのがよくね、こうあのバリケードから銃口だけ出して撃つとあのダメだっていう風に、はいはいはい、あのまあ、タクトレとかねやってる世界の人だとよく言われるんですけど、はい、実はねそれもあのすごい固定観念なんですよ。固定して撃てるんだったら、はい、固定して撃った方が精度は高くなるわけで、そうですね、絶対に銃口を出しちゃいけないっていうわけじゃないんです。で銃口を出していやいや敵が目の前にいたらそれを掴まれて銃を捕らえるじゃないかって言いますけれども、はい、銃口をですね、まあ、今持っていますけどこうやって持ってこう取ろうとした時にですね、こっちの持ってる人はあの撃てばいいんですよ。撃てばこれマズルフラッシュでバーンってなるわけで持ってられないですから、いや手が飛んじゃいますからねあの手血まみれになりますからね。なんでエアガンだとねマズルフラッシュもなんもないんでポッと取られちゃうかもしれないですけど、はいはいはい、実銃の話で言うとぶっちゃけ最終的にマズルフラッシュでも何でもパンパン撃てば絶対こんなとこ握ってるやついないから、まあ、握れないですもんね、うん、実際。まあそういうあのね、そうだから銃口をこう出して撃っても別に構わないんです。状況によります。もう真後ろにいるの分かってんのにわざわざ出す必要はないけど、遠くの敵を撃つのにこういうねあのバリケード用の何かがあれば、うん、またそれはそれでね使い道がありますよね。はあ、ははあ、やっぱそういうタクティカルな部分をね細かくこう再現してるのは嬉しいですよね。はいはい、であとですねこのクライタックシリーズ全般そうなんですけど、うん、私カスタムもやってまして、はい、あらららはい、デメチェックポイント、はい、いただきました。はい、こちらですねクライタックシリーズは FET が標準装備になってます、はいはいはい、FET ってさまざまな見解がありますが、スイッチを保護するために FET 非常にいいものになってます、はいはいはい、
で、今だとですね比べちゃうといけないんですけど、次世代電動ガンとかと比べるとスイッチの焼け方、要は接触量に陥るリスクが非常に少ないんですね。やっぱ FET が入ってたりすると、はい、ただ取り扱いもやっぱ注意があって、バッテリーをずっとつなぎっぱなしにしてはいけないとか、使用するときじゃないと放電してってしまうとかね、はいはい、そういうのがありますので、要はバッテリーを使うときまでは本来入れない方がいいわけですから、はい、ゲームに使用するときで入れっぱなしにするとバッテリー放電しちゃったりもしますからね、はいはい、だからリポバッテリーなんていうのは特に要注意なんですよね。そうです、そうです、はい、大丈夫使ったから置いといたっつったらもうなんかおかしくなっちゃってる場合がありますからね、キャンプファイヤーみたいになってるかもしれない、ね、そうです、気をつけないとそのキャンプファイヤーを起こさないためにもしっかりとですね、はい、バッテリーの管理をしてもらいたいなと思います、はい、こちらの方は FET が入ってる、入ってます、はい、でまあメカボックスの精度はね、もうぶっちゃけあれじゃないかな、丸井さんより精度は出てるかもしれない。あら、そんなにすごい精度が高くできてるんで、うん、なんかある程度多少妥協して組めばいいじゃんってあるんですね、入っちゃえばいいじゃんっていうのが、そういうのができないぐらいデリケートなんですよ。まっすぐ入れなきゃいけなかったりとか。おうおう、ですから安心してメーカーも使えると思います、うん、ギアもですねしっかり作られてますので、うん、まあギアなりはやっぱりちょっと起きる場合がありますね、機種によって。今腹打ちしましょうか。ちょっとなってるかな、キュ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 っていう。皆さん、視聴者の皆さんが今聞いてる音とちょっとこう実際のこの耳で聞いてる音とはちょっと違うかもしれないですけど、シャリシャリ言ってるもんね、うん、ちょっとねシャリシャリ音が出ないように編集で調整しちゃってるんで、はいはいはい、音声はでも、まあ、嘘ついてないからね、シャリシャリ言うよって言ってる、はいはい、それはもうプロの腕の見せ所ですよ、各ショップさんで、はいはい、うちももちろんこのシャリシャリ音を消すためにいろいろ加工しますし、はい、まあ、これが鳴ってるから壊れるかってことはそんなことはないので、はい、モーター変えたりとかピニオン変えたりっていう方法もあります。はい、はい、じゃあ全体ざっくりざっくりざっくりバランバランバランといきましたけど大丈夫ですか。他そうですね、ここにトライデントの刻印とかがあるんですね。トライデントって書いてますね。おう、まああとこう綺麗にねポジションのナンバーが振ってあったりとか、これディファンス、ディフェンス TR113 っていうハンドガードなのかな、こういう。そうです、13インチの TR113。 ここも動いてはいるけどダミーダミーですね、はい、まあ外装はかなりガッチリしてますから、ガタつきなんかは今の状態で全くないですね、はい、まあ前から大前提で今言ってなかったですけど、これはプラじゃなくて金属でございます。金属ですよね、はい、はい、でも金属フレーム、金属ハンドガードでございますので、はいはい、グリップと、ストックはちょっと樹脂になってます。はい、はいはい、じゃあ長さいきましょうか。そうですね、これちょっと長めなんですよね、はい、ちょっと今はいはいはい、はい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 、で5メーターメジャー、はい、噂の5メーターメジャー。噂、あ、これストック、あ、ストックがね、はい、まずは短い状態、はい、一番縮めた状態で、はい、運搬時なんかね、こんな感じでね、この方がいいでしょ、はい、負荷かかんない、はいはい、855なんで 85.5cm、はい、でストックを最長まで伸ばしたところ、ちょっと長くなるねやっぱりね、935mm ぐらいですね、はい、93.5 と、まあ、1000mm のガンケースで普通は入っちゃうので問題ないかと思いますが、はい、あとは深さですね、深さ、高さ、深さ、高さ、まあ運搬時は本当はマガジンは外してくださいと、はい、一応今測るためにねつけてますけど、まあ、260とかなんで、はい、ドットサイトつけたって全然問題ないですね、はいはい、普通の100センチサイズのガンケースで、熱が上がってきましたか、大丈夫ですか。100センチぐらいのやつでもしっかりと運搬できると、はいはい、よしよし、音行こう。じゃあ音を測りましょうね、エアガン騒音問題に対して ね、 そうだね、クライタックはその騒音問題をどう取り組んでいるのかと構えてもらいまして、はい、大体まあ耳元でね、まずね打つ人がどのぐらいの大きさで聞こえるのかと、はい、はい、どうぞ。はい、結構うるさく感じたけど、結構ね出てる、97.5。ああ、やっぱ音は耳元で、はい、フル音でもう一回いきましょう。
100ちょうどでございます。あ、やっぱ、ね、はい、ちょっと打ってるとね、はい、うるさく感じます。今度銃口側からエアー取っちゃうといけないね。ちょっと斜めのあたりからいきますよ。もうちょっと後ろ下がってます。はいはいはい、なるほどね。109.7。あ、結構やっぱ鳴ってるもんね、はい、じゃあフルオートで。はい、はい、114.5。おお、まあ、騒音問題結構きますねこれね、はい、メカボックスの方も、はいはい、機械音はどのくらいかということで、はいはい、104.3。まあ耳元で聞くのと同じぐらいの感覚ですかね。はい、でフル音で、はい、106.8、はあはあ、デシベルでございます。やっぱり音結構鳴ってるね、はい、結構鳴ってる感じしますね、うんうん、まあ音はね消せるから前の音は消せないんですけど、ね、このギア音は消せますから、もうちょっと調整でもう変わると思いますよ、はい、変わりますかね、はい、でハイダーにもね、前からの音っていうのはハイダーにもよりますし、ね、よりますよります、はいはい、あのこう広がってるとね、すり鉢状になってると音がパーンと響きますが、はいはい、はい、じゃあ重さいきましょう。そうですね、これメタルフレームだけど俺バランスいいからクライタック の、 あの持ってても嫌じゃないんですよ。そんな重く感じないんですよね。吊るしばかりでございます。止めてください、ピッと言うまで。すっごいブランブランしちゃってますけど止まらないですか。止まりません。おっ、はい、来ました 3.115。 やっぱりね、3キロ 3.1 キロなんで、まあこれバランスいいから3キロあっても苦じゃないですね、はいはいはい。でまあ、3キロくらいはメタル電動ガン、メタル系の電動ガンは結構当たり前かなというところですね、うん、ただ良いね、やっぱりね、うん、非常に良いです。何が良いのかっていうと、レビューしてて安心感がある、はいはい、持った時の剛性感を伝えやすい、うん、握りやすい、そして各部の作動がしっかりすると、うん、これはあの海外製をやるようになってから思ったんですけど、僕ら一回決めたら丸いから行こうって言ってたんですね、うん、でやっぱ悲惨な目に遭うんですよ海外製やると。弾が出ないとか音がすごいとか、はい、で、なんだかんだやってたんですけど、海外製は懸念するんですけど今やってますけど、その中ではもう海外製じゃないぐらい国産と同じぐらい安定してですね、はい、おすすめできるからクライタックはですね、私たちも撮ってて安心しやすいと、まあ、でも視聴者の皆さんね、やっぱ海外製のやっぱ見たいっていう人が多いですよね。多いので、丸井さんのは確かに他の方も皆さんやってらっしゃるんで、はい、もう知ってるよいやという方も多いと思うんですけどね、僕らなりのやっぱレビューもやっぱありますから、そこら辺はまあ ご了承いただいてってところありますけど、まあ、そう言わずね、やっぱり海外製気になりますと。やりたくないんですね、いや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 まあでもほら、いいとこ悪いところ踏まえ、まあ、デザイン性でいうとね、海外製の方が丸井さんのより、そうです、間違って愚痴レビューになっちゃうかもしれないからね、海外製のばっかりやってると。それはいいんじゃないですか、ま、それはそれで、あのデメちゃんの愚痴レビューっていうことで、まあ、あの全てが全ていいわけないですからね、そんなわけないですよ。でその中でね、いいものがあったら大いに褒めようっていう感じのスタンスでね、いいところも悪いところも全部言います、デメリュー、それで垂れ流していくと、ええ、ぜひリクエストもまたね、どしどし、はい、これも実はリクエスト、ああ、はいはいはい、で、まあ順序通り取ってきますので、順序通り、まあ、あのガス風呂はね、あのちょっとあったかくなってからっていうことで、はい、あの言わせていただいてますけど、電動ガンとかね、壁合いがね、うん、打ちやすい、あのこの気温でも大丈夫なやつはどんどんできる限り早く対応したいと、あの取りやすい場所とか、はい、あるとか、いろんな都合を加味しながら順次やっておりますんで、はい、ぜひあのリクエストの方はどしどし、ね、このクライタックのクリスベクターやりたいんだけど、あ、はいはい、数がね本当に限られるんで、友人がもし買ったら、はいはい、また奪ってきます。身内的な人がね、身内的な人がじゃあやりましょうかと、ちょっと、あれいつ頃発売でしたっけ。3月末です。おーおー、
どうだろうね、あと1ヶ月ぐらいですかね。そうですね、数が非常に限られているので、はい、事前に分かってる分ではもう非常に少ないと、はい、そういうことは展示はない、売る分しかないということなので、はい、身内が一番最初に予約してたりする場合がありますので、はい、いや、パドックさん予約してるんですか？いや、もう終わってますよ。あ、もう終わっちゃったんですか？はい、はい、だからその30人の中のリストの中の1人が、うん、身内だったりするわけですよね。あ、そうですねそういう誰がいるんでしょうね、うん、そういう誰かが犠牲になるんです ね、僕らの身内の犠牲、ちょっと響きが悪いですよ。ああ、うん、人柱、人柱、人柱も響きが悪いじゃないかって。 でも暗いタックの新作ですからね、皆さんのお役に立っていただけるって、皆さん気になってるでしょ、そこは。それはもうな、まあ、あの名前は出しませんけど、何々君皆まで言うなと、うん、分かって漫画だと、またシグの時みたいなことになりますからね。大丈夫、ね、デメ流ですから。ビシッと、人を奪ってきますよ。ただリクエストも随時言っていただければね、できる限り反映していきますね、はい、じゃあお、このそれをね、崩すわけいけないで、この、はいはい、クライタックのこの SPR さんの弾道でですね、はいはいはい、ますますクライタックの人気を上げていきたいということで、はい、そうですね、これを持ったとしても、うちのこれ、あれいるじゃないですか、はい、やつが、やつに打たせるとどの銃でも最悪の評価になります。いや、まあ、これは分かんないですよ。分かんないですか、うん、もっと、ね、変身しようかもしれない。そう、もう これはいいってなるほど、なるほど、あのボブが撃って当たる、そんないい銃なのかと。でもボブ、エルボは持ってるって言ってたもんね。ああ。持ってるけど当たんなかったね。うん、うん、まあまあ、それはね、あの現場のところで見てもらって、ぜひ実写の方でね、はいはい、性能をまたこうビシッと感じていただいて、はい、はい、じゃあシューティングのシューティングレンジじゃねえ、シューティングレンジの方へどうぞ。はい、それではアイスカイデブのシューティングレンジにやってきました。はい、イエーイ、イエーイって、うわさん、うわさん、いやいやいや、もうだいぶ朝から今日こう上がってないけど、僕ら、こうなってました。あ、はいはい、今日もう残りラスト2本ですから、これ含めてね、ガツッとガツッと、なんか雨まで降ってきちゃって、もうこれは僕らの音が拾ってますかね、ガーザーザーってことね、分かんないかな。おい、出れ、俺いるぞ、俺今ですね、いつでもお前を見てるぞ。こんなとこよな、行ってえな、もう行ってえよ、ちょっと叩くんじゃねえよ、心配になっちゃってるからね。ちょ、なんかデメ、あそこにさ、デメがついてるから、デメデメじゃバッシャポンゲルすんげえ、やめろよ、ちょっと叩くの暴力反対だ。おい、デメスルーすんじゃねえよ、デメふざけんじゃねえよ、おそれやめろ、やめろやめろやめるんだ、やめろやめろ、こういうのがありますね。おおちょっとやめろ、あっ、ちょっとちょっとちょっと、これ打つと倒れるよ、やめろやめろやめろ、これ痛い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 、これね、これ素晴らしい、ペッパーオッパーですか、ね、本当の使い方じゃねえんだよ、まとわってまとわって、あれよ、デメどこにいたの、ここにいたよ、知ってるよ、そう、いつでもお前を見ている、いやいやいやいつでもお前を見ているからな、のかれない呪縛から、貴様ずっとのかれないんだ、絶対絶対逃さないからね。撮影中なんで、ちょっとね、あの撮影しなきゃいけないんですよ。おじさん酔っ払ってるでしょ。酔っ払ってない。おじさん、おじさんね、おじさんのために、ほら、座ってていいから。いや、俺こう見えても26歳だ。これ見ても俺26歳。とりあえずおとなしくですね、座らせましたので、それじゃあですね、SPR の弾速の方を測っていきたいと思いますね。いや、やっとね、ボブ打ってもダメだったでしょ、いろいろやったけどダメだったけど、でも何しても最後の最後、手刀っていうね、まず今ちょっと死んでてもらいましょう。はい、それではクライタックですね、まあ非常に優秀な結果が常に出てる銃なので、こちらもですね、はい、どうなってるか見てみますね、はい、よし、 89.73、89.73、はい、はい、はい、89.91と、89.91、はい、はいはい、非常にね、弾速は、まあまあまあ、安定している弾速でございます、ね、普通にいい感じでございます、はい、
で、まあ、剛くんにいつも行くんですけど、はい、今回からちょっと新しい試みがあるんで、ちょっと今気絶しているこいつ行きますね。あっ、すげえ。はい、出番。出番。よっしゃ。出番。なんじゃねえよ。きしんね、出番がありますから、ボブさんのね。はい、じゃあボブさん、位置についてください。いつものか。ボブ盾持って。あー、くそ。ふざけんじゃねえ。新しくね、導入しました。うわ。盾がございますんで。こちら盾です、ね、はい。実弾も防ぐと言われてる、はいはい、盾でございます。対応の盾でございます。グッドデザイン賞だ。指導のもと、実験を行っております。はい、実写の方も。じゃあ、つよし君打つから、そしたら、はい、いつもの場所でスタンバイね。あー、行くぜ。つよし君打ってから。どうがいいでしょう。はい。はい、じゃあ、剛君に向かってですね、ポップアップの挑戦もこの時兼ねます。はいはい、そうしないと、撃たれるボブさんがどこを撃たれるかわからないと。はい、じゃあ弾道もこれで見ててくださいね、はいはい、とりあえず。ポップがちょっと弱いですね。いくつですか今？ゼロですね。今ゼロ。それで3まで上げてみましょう。3まで、はい、ポップ。うん、僕は3でいいかな、この距離だと。ああ、じゃあ、もうちょっとかけていいかな。4から5ぐらいの間ぐらいかな。今4にしました。4でいいでしょう。はい、はい、じゃあ、ボブさん、スタンバイ。いくぜ。ポン。野生のなんかですか今。バーブタベーブーやってるけーバーブタベーブーウェイイッケーむかつきますね。そんなむかつきボブをですね、はい、打ってもいいよというコーナーを、はい、わざわざ裏方さんが作ってくれました。はいはい、安全に考慮してストレスを発散してくれと。カメラがカメラの角度が変わっちゃうからそれこんなに動かしたら怒られてます。じゃあですね、はい、実際に人型ターゲットです、はい、撃たれる方はこんな感じですっていうのでね、絵がどんな感じで撮れるとか、はい、行ってみたいと思います、はい、セミオートでね、赤くね光ってるところがあるんですけど、そこがカメラのところだ、はい、今カメラですかね、はい、そこを狙っていきます。はい、はい、え、かかってこいやおう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 これもまた素晴らしい赤いところにほとんど入る、はい、まとまってるぜまとまってるぜまとまってるぜ。ね、物理的なダメージ入らないのちょっと悔しいんですけどじゃあ、フルオートでですね、はい、行きますね。おすげえすげえいや、ムカつきますね、あれに打って帰ってくるといやいやいや、角度がね。おおすげえすげえ、一発で飛んできやがる。なんて完成度なんだ。はい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 、素晴らしい。じゃあ、弾抜きしますね、はいはい、いや、安全なところで、はい、できました。いやムカつきますね。正直ボブにやられた感じですね。いつも殴って打ったりしてくせえだからな。少しはバチ食らった方がいいよ。どうだったんですか。いや、すげえレーザー光線みてえにまっすぐ飛んできたな、本当に。で、実際弾道も見えてるし、音もガウチで聞いてんだけど。ガウチで。ガウチで。ガウチで聞いてんだけど。ね、そう、ガウチで聞いてんだけど、同じところから落とすんだ。すげえ、ね、本当に。でね、打ってても分かるんですよね。ああ、同じところ当たってるなっていうのもね。そうそうそう、聞いてると全然分かる、マジで。聞いてると全然分かる、マジで。そうそうそうだね、打たれてんだもんね。打たれてる、打たれてる。いや、まあ、でも打たれてる側からすると本当にワンポイントで当たってるような感じがする。あのね、ただこれの試験的にこう始まったじゃないですか、この企画がね。こういう風に狙われてみようって。うん、あのね、商談で当たるとね、腹立たしいの。それはしょうがねえだろ。冗談はしょうがないんです。冗談はしょうがねえだろ。それは冗談はしょうがない。ボブにやられた感がしてすげえ腹が立つ
いやなんで俺がボブに打ち返されてるんだ。いやたまにはいいだろう。いや私もサバゴルゲームやりますからね、うん、打って打たれてって分かるんですよ、うんうん、なんでボブなんだよっていうね。いやそれはしょうがねえよそれしょうがねえよ。すごい、おう、このプロテクトシールドのおかげだよ、ライオットシールドのおかげだよ。はい、おちょっとね、まあ、全く怪我してないですからね、この通り全然大丈夫です、はい、はい、安全には気を使ってやってます、うん、まあまあ、よく頑張ったよな、うん、じゃあドミちゃん、はい、ターゲットの設置を、はい、これはもう流れとして8センチいきましょうか。はい、8センチ、こうそれだけ精度がありますよ。8センチです、はい、AD ドミちゃんが今ですね走って設置してます、スタッフさんとしてですね来てくれてます。はいはい、皆様のおかげでデメリは成り立っております。はい、ムカつくボブもさっきまで俺のおもちゃになってました。はい、はい、そんなのは舞台裏に舞台裏にね、ご覧いただければ、はいはい、こう生意気な口を聞かず苦笑いしてるボブをぜひ見てくださいね。はい、あれは屈辱だ。じゃあ8センチターゲット、まあここで僕は当てていきたいと思います、はい、でボブに任せて当たらないじゃないかまたって言われるのか、またまた努力の成果が出ているのか、はい、楽しみにしていきたいと思います。はい、マンボブがね、あらいいマンボブ、マンボブ、マンボブみたいな感じになってますけど、真ん中ボブ、マンボブね、はい、マンボブ使われましたね。じゃあ私からいきますね。はい、おちっちゃいな、いきます当たりますわ。これで外すわけがない、うん、ないですわ。超当たりますもん。次当たんな。当たってましたでしょ。めっちゃやべえめっちゃやべえぞこれは。当たりますよ今。あれだけ当たってます。8センチですよ。おう当たるけど、はい、よっしゃこの時が来たが。来ましたよ今回も。この時間が俺にとって記憶のタイムなんだけどね。じゃあセミオートからだ。はい、これぐらいかな。セーフティーを切って、はい、ちょっと右に始まりましたよ。いや見えねえ。また見えないって言ってますけどね。いやばー、これはこうか、こっちの方がいいかなあ、来ましたか。あ、ずれた。全国から苦情が今、はいはい、僕じゃあストップ。ちょっとちょっと、じゃあ今日新入りだから、ああちょっと先輩としてこう、今本当は難しいんだぜというところがあるじゃないですか。俺ら長いから、浦川さんも俺もね。エディ・ドミちゃんにちょっと打ってもらいましょう、はい、エディ・ドミが当てたらボブしょうがないぞはい、じゃあ重工セミセーフティーかかってます。右寄りでこっち側で、カメラ寄りで、カメラを意識して、はい、さあ恥をかくか、それともきちっと性能をレビューできるか。これね、前の回でも登場してますけど、デビュー中で初めて左で打つんですよ ね。みんな右打ちなんでね。いいか、はい、いいですよ。あれ、こんなもんでいいですか。あ、まあまあまあ十分でしょうね。はいはい、はい、じゃあ裏方さんのね、今度は一番きつい体勢で打ってもらって、おうどうなるかという、ね、いや当たるよ、いや当たるよどうなのかっていうか当たるよちょっとお静かに。はいはい、はい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 は
違う。いきますね。なフル音じゃない。すごいです。これあの今エディのみが普通のテンションですごいって言いました。というのも、本当によく当たります。おっ、はい、おい、もう出てくじゃん。もうこっち来なさい。この当たらない原因は何なんだろうね。何なんでしょうね。でもこの間これあのボブグラスを私使いましたからね、 MP7 から、うん、まあ片付けなんかな。片付け、ああ、いや、あとは狙い方。狙い方サイト合わせてるんだけどな、感覚としてはサイトで合わせて真ん中でで弾道をまあ見るっていうか、まあ、本当は狙い付き方と思うんだけどね。おう、うん、あの結構ですねガチで悩んでます。皆様からも声をいろいろいただいてますからね。ただただただここで僕らがこんな生当たらず言うのは理由があるんです。おボブちゃんが当たらないんだったら当たるように僕らがすればいいじゃないですか。それを皆さんが家庭で追ってってくれればいいじゃないですか。で、あのボブチャレの方であのジャパンスチールへの道っていうことで、うん、ボブちゃんちょっと頑張ってもらおうかなと思って、ね、これがそうなんですよ、はい、企画として成り立っちゃう、はい、恐ろしさ。こんなですよ、全く当たってないですね。大丈夫か。大丈夫だ。心のしょうがない、現実だこれが。構え方とかね、見出しとかね、はい、いろいろありますけれども、はいはいはい、あのそんな次元の話じゃないんですよ。はい、ね、いや気持ちが足りない。あ、いつものですね、長いんですけど付き合い、はい、精神論に行きました。構えとかじゃないんで、僕語って構えられてないんだちゃんといつも。そうです、あの、うん、長いんですよ。はい、結構精神論強いです。まあそれは言わずとも分かる。あ、大丈夫ですか。これ見てる人が初めての人、結構裏方さんの精神論強いですからね。まあそれはしょうがない。あの気合でどうにかするとか、知恵と勇気でなんとかしろと。それはあのボケパドックの、あ、そっちか、違うか、合言葉みたいな、ね、知恵と勇気ですね。知恵と勇気、これは大切ですよ。あの情熱が足りないが、こっちの社長さんの、まあファッションが足りない。ファッション、それ一番大事にされますから。はい、当たれと思えば、あ、情熱が、ね、そこです。うん、じゃあまとめにいきましょうか。あ、私いや、まとめにいきましょうかってされなくてこう、私やりますけど、はいはい、ですね、こちらもですね リクエスト商品でございまして、はいはい、リクエストいただくためにコメントのところにですね、コメントとリクエスト随時募集してます、はいはい。で、今日からやり始めたんですけど、コメントを動画でお返しするというような方法をですね、はいはい、取らせていただきまして、はい、なんで次にはね、あのコメントに対してコメントでは返さないことが、はいはい、あると思うんですけれども、動画の方で随時あの返答していきたいなと思ってますの で、ね、はい、リクエストの方はね、随時またこれリストアップの方を、はい、またしてきますので、時期に合わせてまたどん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 貯めておきます、このリストは ね、 でね、はいはい、どしどしリクエスト、コメントをください、はい、いただければと思います、はい、で、チャンネル登録、はい、このキチガイなボブちゃんを追いたい、はい、あるいは口の悪いデメを追いたい、はい、裏方さんの毒舌が聞きたいなどなど、いろいろあります。エディドミは何回出演するのかとかですね、いろんな個人での楽しみ方あります、はいはい、そんなの機にですね、お役立ち機能のチャンネル登録というのがあります、はい、いつ動画が新しいのが上がったのかとか、はい、そういうのをお知らせしてくれます。アイスカイエンターテインメントさんの方とボケパドック、はい、この2つで、デメ流も流れてます、はい、ただ、アイスカイさんとかボブチャレっていうのもやったりとか、はい、舞台裏シリーズっていうのもあります。デメ流舞台裏シリーズも流れてます、ね、そうです。両方ね、あのチャンネル登録してもらうのが一番いいと思いますので、はい、ぜひぜひしてもらえればと。チャンネル登録イコール友達登録と言わせてもらってるぐらい、気軽にね、はい、話していきたいなと思ってますので、はいはい、出会ったらですね、アイスが来てもボブちゃんに話しかけてもらっても構いませんし、ただアフロかぶってないですからね、普段はね、変身前ですからね、これはボブちゃんで詳細見てくださいね。入れとかなしいですか、変身シーン。変身シーン、変身シーン、あ、やめてくださ い、 やめてください。そんなわけでですね、チャンネル登録お待ちしております、はい、で、今はですね、今お手伝いしてくださってる方もですね、ドミちゃんなんかもこれでお話をして、お手伝い募集してますので来てもらって、こういろいろといろんな人交えてやっていっております、はい、です
から、興味がある方はね、時間が合えば平日とかなんですけども、はい、ちょっとぜひぜひ一緒に、やってみましょう、はい、レベルですね、レベルはスタッフ、まあ、出演者も、まあ、ですね、AD からね、はい、こうしばかれながら上がってくださいみたいな、ね、そうですね、はい、感じありますけども、ね、全てボランティアでございます、はい、一銭もお金は出ません、はい、足代も出ません、はい、それでも俺は来るぜっていう方はお待ちしております。はい、以上かな、お知らせは以上だ。はい、じゃあ、SPR こちらの方ですね、はい、今回もクライタックもう3本目ですけども、はいはい、3本全部外れがないと、ね、個体差のトラブルがないと、はい、非常に僕の信頼度、浦方さんの信頼度が高い、レビューしやすい商品となってますので、うちはね、どうしても15メーターぐらいでしか打ててないんで、これもうちょっと長く打ちたいね、ちょっと1回、ね、そうですね、2、30の距離でね、うん、サバゲーでもギリギリのラインでどこまで行くのかって、ね、この集団性とかもね、だからホップがね、今4しか入れてないんで、そう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 、もっとかけられるわけですから、敵がどのぐらい安定するか、安定してくるのかっていうのはね、ちょっと気になるところですね。そうですね、はい、そこはこれだけいいとね、まあそこそこ行ってくれるだろうっていう期待できる、すごいあるんで、はい、これはサバゲーでもぜひおすすめな、そうですね、種類ですよね、はい、これはクロートだからじゃないです、これは全然初めての人にこそおすすめできます、はい、安心して使えるということですね、はい、はい、これでまたクレイタックファンが増えたかもしれませんが、はい、ぜひぜひご購入をしてください、はい、はい、そうするとダイラックスさんもお、ここはなんか頑張ってるなと思うかもしれません、そうですよはい、それではわけでですね、今日ご紹介したのはこのクライタックの、はい、トライデントマーク 2SPR の方を紹介させていただきました、はい、この後ボブは反省会でボコボコにしたいと思いますので、はい、それではこちらの方をぜひ参考にしてみてください。それではバイデメ、バイデメ、頭高い、もちろんお辞儀姿勢でね変な生き物みたいな。